にちは。今日は子供が大好きな電車を作るために電車を作って遊びたいと思います。なので、はい、時々電車を作ってやりたいと思います。はやぶさと、小山さんでやりたいと思います。ちょっと やってみますね。ポイントは何ですか？どうやって作ったんですか？普通ね、こうやってどんどん積み重なってって行くんですよ。どんどんこうやって飛んでいくか、こうやって積み立てていけば簡単に子供でも作れると思います。ポイントは、そこの肩なんですよ。どこがかっこいいですか？特にね、上したら電車で走るとかっこいいと思います。ちょっと妹が来ました。じゃあちょっと一回止めますね。はい。